皆さんこんにちは。今回はお得な入会キャンペーンを実施中のアメックスゴールドプリファードカードについて、半年間実際に利用してみて感じたことについて解説していきたいと思います。今回のキャンペーンはカード発行から6ヶ月以内に100万円を利用することで最大10万ポイント以上を獲得できるお得な新規入会キャンペーンとなっておりますので、詳細については動画の後半で解説いたしますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。このチャンネルではクレジットカードを活用したお得な旅行やホテル宿泊について解説しております。ご興味のある方はチャンネル登録をしてからお楽しみください。では本題に参ります。2024年2月20日アメリカンエキスプレスより誕生した新しいカード、アメリカンエキスプレスゴールドプリファードカードは年会費が3万9600円で、家族カードは2枚まで無料、3枚目以降は1枚につき1万9800円で発行することができます。このカードの特徴はカード券面がメタル製となっている点で、アメックスではプラチナカードやセンチュリオンカードが今までもメタル製カードでしたが、プラチナカードは年会費が16万5000円、センチュリオンカードは年会費が55万円と言われているので、この3万9600円という年会費でメタル製カードを保有できるのは大変嬉しいポイントだと思います。注意点としては、アメックスプラチナカードの場合はメタル製カードの他にプラスチックカードも発行されますが、ゴールドプリファードカードの場合は本会員にはメタル製カードのみが発行され、プラスチックカードは発行されませんのでご注意ください。ちなみにメタル製カードは本会員のみで、家族カード会員はプラスチックカードとなっております。ではこのカードを実際に利用してみて感じたことを解説していきたいと思います。まず感じたことは、カード券面がとにかくかっこよくて所有欲を満たしてくれる点です。最近は電子決済などでカードの券面を見せる機会はだいぶ減りましたが、このカードの場合はメタル製のゴールドカードで本当にかっこいいので、スマホ決済ができるにもかかわらずあえてこのカードで決済するという機会も多くありました。最初はメタル製カードはいろいろと使い勝手が悪そうだなという印象がありましたが、実際に利用してみると差し込み決済やタッチ決済にも対応していますし、半年間使っていてメタル製カードだから使えなかったというシーンは一度もありませんでした。またこのカードを使用していると店員さんにかっこいいカードですねと言っていただいたこともありましたし、クレジットカード付きの友人からも良いカードだと褒められたこともありました。何よりカード自体が本当に綺麗で高級感があり、券面を触ると少しひんやりとする感覚が今までのクレジットカードにはなかったので、新鮮な気持ちで日々過ごすことができました。ちなみに先日プラチナカードへのアップグレードのインビテーションが届いたのでプラチナカードに変更いたしましたが、正直プラチナカードよりもゴールドプリファードカードの券面の方がかっこいいと感じております。感じ方には個人差があると思いますが、やはりシルバーよりもゴールドの方が高級感があるように見えるので、ゴールドプリファードカードはかなりコスパの良いカードだと実感いたしました。またこのカードは特典も充実していて、旅行系の特典としてはフリーステイギフトという特典があり、年間200万円以上カードを利用して次年度に更新をすることで1泊2名分の無料宿泊券がプレゼントされるという特典内容となっております。申請時期は年会費の支払いから2ヶ月頃、無料宿泊券の有効期限は発行から1年間となっております。選べるホテルはプリンスホテル、マリオット、オークラ、ハイアット、ニューオータニ、ロイヤルパークホテルの指定されたホテルで、1泊10万円前後のホテルもありますので、この特典だけでも年会費以上の価値を出すことが可能になります。ちなみにプラチナカードにもフリーステイギフトがありますが、今年の場合はゴールドプリファードカードの対象ホテルにヒルトン系列ホテルが選べたり、マリオット系列のウェスティンホテル東京が加わる程度なので、ゴールドプリファードの特典で十分満足できると思います。私はまだ無料宿泊特典を利用しておりませんが、フリーステイギフトの対象ホテルであるザ・プリンス箱根芦ノ湖に優勝で宿泊してきましたが、1泊7万円以上しましたし、ゴールドプリファードカードの特典でプリンスのゴールドメンバーの資格を無料で獲得できるので、優先チェックインやチェックアウト、3時間のレイトチェックアウトなどホテルの会員特典を受けることができるので、毎年カードを更新するだけで高級ホテルに1泊無料で宿泊ができるのは旅行好きには嬉しい特典だと感じました。またこのカードにはプライオリティパスも付帯しており、空港ラウンジのみでの利用となりますが、年間2回まで無料で世界中の空港ラウンジを利用することができますし、
家族カード会員も同様に利用することができるので、年に一度海外へ行くという方であればこのカードでも良いと思います。なお、プライオリティパスはデジタル会員証で発行されるので、プラスチックのカードは発行されませんのでご注意ください。さらに旅行系の特典として、毎年カードの更新をすることでアメリカンエキスプレストラベルオンラインで利用できる1万円分のトラベルクレジットがもらえるという特典もあり、アメックストラベルオンラインで事前予約とカード決済を1つの予約で税込み2万円以上利用した際に1万円が割引されますが、事前決済が条件となっておりますので、現地で宿泊代を支払う場合は割引特典の対象外となるので注意が必要です。海外旅行時の特典としては、手荷物無料宅配サービスといって、無料でスーツケースを自宅から空港まで配送してもらえる特典があり、スーツケースまたはゴルフバッグ1個を出発時に自宅から空港、帰国時に空港から自宅まで無料で配送してもらえるので、混雑する時間帯に電車などで移動する方にとっては大変助かる特典も付帯しております。続いて、ダイニング関連の特典ですが、ポケットコンシェルジュダイニング 20% キャッシュバック特典といって、厳選されたレストランが揃うダイニング予約サービスポケットコンシェルジュでの予約決済で毎回 20% 年間最大1万円がキャッシュバックされたり、ゴールドダイニング by 招待日和といって、誕生日や結婚記念日などの記念日に国内外約250店舗のレストランで所定のコースメニューを2名以上で予約利用することで1名分のコース料理が無料になる特典も付帯しております。その他の特典で嬉しかったものとしては、スターバックスカードへのオンライン入金で毎回 20% 年間最大5000円のキャッシュバック特典があり、年2回の期間に分かれており、1回目が1月1日から6月30日まで、2回目が7月1日から12月31日までで、各期間2500円、年間最大5000円のキャッシュバックがあるのもこのカードのメリットだと感じました。ちなみに年会費の高いプラチナカードにはこのスターバックスのキャッシュバック特典は付帯しておりませんので、プラチナカードをご検討の方はご注意ください。その他にも有名アーティストのチケット先行販売や特別なプランに申し込みができたり、美術展や世界遺産を貸し切っての鑑賞や観覧、花火や祭りを間近で楽しめる特等席などのカード会員限定イベントに参加できる特典もありますし、ユニバーサルスタジオジャパンで年に数回開催される貸し切りナイトに応募することもできます。さらに日本国内やハワイ、グアム、サイパンの約800の提携ゴルフ場を電話1本で無料で予約手配してもらうことのできる特典もこのカードの嬉しいポイントとなっております。次にこのカードのポイント還元率ですが、通常利用時は100円につき1ポイントが貯まるので 1% 還元となりますが、対象加盟店での利用時は100円につき3ポイントが貯まるので 3% 還元となります。この対象加盟店での3ポイントは通常利用ポイント1ポイントにボーナスポイントが2ポイント追加されることで3ポイントとなります。毎年9月1日から翌年8月31日までの1年間にもらえるボーナスポイントは1万ポイント50万円利用分までとなっております。対象加盟店は Amazon、Yahoo ショッピング、Yahoo オークション、Uber Eats、ヨドバシカメラ、日本航空、一休 .com、HIS、アメリカンエキスプレストラベルとなっており、個人的には Amazon のヘビーユーザーなので、100円につき3ポイントが貯まるのは嬉しいポイントだと感じました。また、ポイントの利用方法は、マイルへの移行や商品券との交換、カードの支払い代金に利用できるなど、無駄なく利用することができます。ちなみに、マイル交換は、提携航空会社のマイルに交換することができ、ANA、JAL をはじめ、エミレーツ航空、エールフランス、シンガポール航空、カンタス航空、タイ航空、デルタ航空、ブリティッシュエアウェイズなど14の航空会社のマイルやポイントへ移行することができます。移行レートは ANA の場合は1000ポイントで1000マイル、JAL の場合は2500ポイントで1000マイル、その他の提携航空会社の場合は1250ポイントで1000マイルと交換ができます。マイルへの交換にはメンバーシップリワードプラスというアメックスのオプションプログラムで、通常3300円の年間参加費がかかりますが、ゴールドプリファード会員は無料で自動的に登録されておりますのでご安心ください。注意点としては、 ANA マイルに交換するにはメンバーシップリワードプラスとは別に ANA マイルに交換するための年間参加費5500円が必要になりますし、 ANA マイルへの交換は年間4万マイルまでと制限がありますのでご注意ください。
なお、JAL マイルへの交換は2500ポイントで1000マイルとあまり交換レートが良くないので、ブリティッシュエアウェイズのマイルに交換して特典航空券を発券すれば、東京からロンドン、パリ、ミラノ、バルセロナなどが往復5万5000マイルで行くことができますし、カンタス航空の場合は往復4万7000マイルで東京からシドニーに行くことができますし、カンタス航空は燃油サーチャージも無料なので、必要マイル数は JAL マイルよりも多くなりますが、JAL の場合は時期にもよりますが、片道約2万5000円から3万5000円ほどの燃油サーチャージがかかりますので、往復で5万円から7万円も多く負担することになるので、行き先によってどこの航空会社のマイルに交換するのかを使い分けるのが良いと感じました。続いて、このカードに付帯している旅行保険ですが、旅行代金をこのカードで決済することで適用される利用付帯となっており、海外旅行の場合は、障害死亡時は基本カード会員が1億円、家族カード会員が5000万円、障害・疾病治療費用がそれぞれ300万円、家族カード会員も同じく300万円、賠償責任保険金は基本カード会員・家族カード会員ともに4000万円、救援者費用保険金は基本カード会員・家族カード会員ともに400万円、健康品損害保険金は基本カード会員・家族カード会員ともに50万円となります。国内旅行の場合は、障害死亡・後遺障害時基本カード会員・家族カード会員ともに5000万円が保証されます。さらに、海外旅行時の航空便遅延費用保証といって、海外旅行時に航空便の遅延により臨時に出費した宿泊代や食事代を1回につき最高2万円まで保証してもらえたり、受託手荷物遅延費用保証といって、搭乗する航空便が予定していた目的地に到着してから6時間以内に航空会社に預けた手荷物が手元に戻らなかった場合に、下着や洗面道具などの生活必需品の購入代金を1回につき最高2万円まで保証してもらえたり、受託手荷物紛失費用保証といって、搭乗する航空便が予定していた目的地に到着してから48時間以内に航空会社に預けた手荷物が手元に戻らなかった際に、96時間以内に購入費用が発生した下着や洗面用具などの生活必需品の代金を1回につき最高4万円まで保証してもらえる保証もあります。その他の保証では、スマートフォンプロテクションといって、ご自身のスマートフォンの画面が割れたり、水漏れ、火災、盗難された場合に、修理代金を最大5万円まで保証してもらえるサービスがあり、対象となるのは、購入後3年以内のスマートフォンで、家族カード会員にも同様の保証をしてもらうことができるのは嬉しいポイントですが、注意点としては、スマートフォンの通信料をこのカードで直近3ヶ月以上連続して支払いを行っていることや、保証を利用する際には5000円の自己負担金がかかりますので注意が必要となっております。また、キャンセルプロテクションといって、このカードで支払いを行った旅行やコンサートなどに急な出張、病気、怪我などによる入院で行けなくなった際に、キャンセル費用の損害を10万円まで保証してもらえるサービスや、リターンプロテクションといって、こちらのカードで購入した商品で、購入店が返品受付をしてくれない場合に、購入から90日以内であれば、1商品につき最高3万円相当額まで、年間最高15万円相当額まで払い戻ししてもらえるサービス。ショッピングプロテクションといって、国内、海外問わず、このカードで購入した商品が、破損や盗難などにより損害があった場合に、購入日から90日間、年間最高500万円まで保証してもらえるサービスなども付帯しております。このように、持っているだけでも所有欲を満たしてくれるカードの上、ホテルや飛行機、旅行保険、充実した保証など、様々な特典が付帯しているアメックスゴールドプリファードカードですが、現在、新規入会キャンペーンを実施しており、アメックス公式サイトからの発行の場合は、入会6ヶ月以内に100万円以上のカード利用で最大10万ポイントを獲得できますが、特別な紹介リンク経由で発行した場合は、入会6ヶ月以内に100万円以上のカード利用で最大10万5000ポイントを獲得することのできるキャンペーンを行っております。現在は SNS に URL を公開することができませんので、ご興味のある方は概要欄よりお気軽にお問い合わせください。紹介リンクを利用しても、私には個人情報やカードの発行状況は一切わかりませんのでご安心ください。個人的には満足度はナンバーワンのカードですし、皆様にもぜひこのメタル製カードの感動を味わっていただければと思っております。初年度は入会キャンペーンを活用すれば、実質無料どころか年会費の倍以上のポイントを獲得することができるので、一度カードを発行してみて、ポイント獲得後に必要がないと感じれば、次年度の更新前に解約をすれば、実質無料でゴールドのメタル製カードを獲得することができます。
私は情報発信のためにプラチナカードへアップグレードをしましたが、正直ゴールドカードのコスパは明らかにプラチナカードよりも良いと感じておりますし、年会費を考えれば本当におすすめのカードであることは間違いありません。この新規入会キャンペーンはいつまで開催しているか分かりませんので、迷われている方はお早めに発行してみてはいかがでしょうか。今回はアメックスゴールドプリファードカードについて実際に利用してみて感じたことをお伝えいたしましたが、いかがでしたでしょうか。少しでも役に立ったと思われましたら、グッドボタンを押していただきますと今後の動画作成の励みとなりますので、よろしくお願いいたします。今後もお得なクレジットカードについて情報発信をしてまいりますので、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。